はい、パーソナルトレーナーのユージです。今回は、中殿筋を鍛えてヒップアップをしようということで、今回は、女性向けになりますけれども、ヒップアップなんですね。ヒップアップの、ことを、運動をやっていきたいと思います。ヒップアップなんですね。ヒップアップはね、このやっぱりお尻の筋肉をつけるということになってくるので、お尻の筋肉をつけるということが必要なんですけれども、お尻には大きく分けてこの大殿筋という大きな筋肉と、上の方についている小さな中殿筋という筋肉があります。ヒップアップには、基本的にはお尻の筋肉をつけなければヒップが上がってこないので、まあ、お尻の筋肉をつけるということをやっていかなきゃいけないわけですけれども、お尻の筋肉は大きく分けて2つになりますね。このね、一番大きな、半円を描く筋肉が大殿筋、そしてその上についてるね、この骨盤よりすぐ下でもお尻の上の横の方ですね、ここに、ついてるのが中殿筋という筋肉になります。大殿筋というのは、ちょっと前に、説明した、ワンレグデッドリフトの方を参照にしてみてほしいんですけれども、今回はその上についている中殿筋ですね、中殿筋というね、大殿筋より小さいんですが上の方についているので、これをしっかり鍛えなければこの上の方の盛り上がりができてこないということで、今回はこの中殿筋という筋肉をやっていきます。ここの中殿筋という筋肉はまあね、このお尻の上の方にあって、まあ男性の人の場合は、ね、部活をちょっとやってて走ったり、よく走ったりする運動してた人の場合には上にね、もう本当に盛り上がるようについてるんですけれども、女性の人の場合これやっぱり筋肉が大きくなるので、自分の中殿筋がどこにあるかわからないという人も多いんですね。ちょっとね、まあ男性の人に触らせてもらうとわかると思うんですが、ここかっていうのはわかります。実際には骨盤の骨のね、上の飛び出しているのにも少し下にあるんですけど、ぐっと盛り上がるぐらい、ついてるとかなりあるなという感じなんですけども、そこの、ね、中殿筋を、しっかり鍛えていきたいと思います。今回紹介する、エクササイズというのは T ヒップといいます。 T ですね、 T 字型になるということなんですけれども、まず1回やってみましょうか。体をほぼ水平にします。手は軽く触ったままで骨盤を回転する、骨盤を回転する、足先肩からではなく骨盤今水平45度ぐらい開きます。骨盤水平45度ぐらい開きます。あまり膝を曲げすぎないで、まあ、ロックを外してくださいで、この骨盤を回転開く、これ骨盤を閉じる、開く、閉じる、ちょっとまあ動きが見えにくいですか。逆でやってみましょうか。ほぼ水平に倒しといて骨盤を開く、骨盤を閉じる、水平に持っていく、骨盤45度に開いて水平、右と左の、ね、角度が水平になるように骨盤を落とす、骨盤を開く、骨盤を落とす。ちょっと正面から見てみますか。正面から見るといいですか。こう僕の頭はここにあります。軸はここにあります。で今こうやってもかぼってたんですけども、まあ、バランス良ければ持たなくてもできるので、この骨盤を開く、閉じる、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 開く、ここはね動かずに骨盤を開く、閉じる、でここを水平にしたいんですね。股関節を中心にして、こう軸足の股関節を中心にしてこういう動きですね。地面に対して水平に回転していく、これが垂直で、ごめんなさい、垂直に回転していく、水平でだとこう体がこう回転していく、こういう回転じゃなく縦に骨盤が回転していく、骨盤が、これが、縦に回転していく、戻る、骨盤縦に回転して戻る、骨盤縦に回転して戻るの時の軸足の方の中殿筋がものすごく痛くなっています。もう痛くなるぐらい使っています。この開く方ではなくて水平に戻していく時が一番中殿筋をしっかり使いますので、開く方はもう45度ぐらいあれば OK です。水平に戻していって、水平に戻すときにしっかりこのね、骨盤が開いたところは水平に戻したときにしっかり支えている、このときにものすごい使ってるんですね。大殿筋のときも言いましたが、お尻筋肉は大きな筋肉、お尻筋肉は大きな筋肉です。ですから、軽い負荷ではなくてやっぱり今のね、体を動かすっていうぐらいの、大きな負荷がかかった方が中殿筋も大きくしっかり変わりやすいんですね。中殿筋がつきやすいんですね。この中殿筋を使っている感覚というのが、女性の人は分かりにくい人が多いんですが、しばらくはね、分からない人はとにかく続けてやってみてください。続けてやることでだんだん分かるようになってくるので、
まず続けて探し求めてやってほしいです。そのためにフォームをちゃんとやってほしいですね。体をほぼ水平にする、上半身まで水平、手は触ってるだけ、念のために触ってない、壁を軽く触ってて、足も水平、これ結構落ちてる人いるんですけど、落とさないでしっかりね、こっちのお尻も締めてあげといて、水平にして骨盤を開く、閉じる、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 自分で骨盤のこう触りながら、これが上がってるか降りてるかを確認しながら45度水平を繰り返してみてください。15回ワンセットで逆にいってみます。水平ですね、かなり上半身を落とした方がいいですよ。そして骨盤を開いて水平、開いて水平、開いて水平、これ絶対ね、足が降りたり上がったり降りたり上がったりではなく、足は水平のままで骨盤が回転してるだけです。今のような体を T 字型にして骨盤を垂直方向に回転して、その固定する側ね、そのバランスを支える中殿筋を使ってあげるというのが T ヒップになりますね。そもそもね、中殿筋というのがこうバランスが悪い時にバランスを整えるための筋肉として、内転筋とね、反対側の筋肉としてバランスを取るために使う筋肉なので、そういったバランスを取るための運動、そして負荷がしっかりかかる、という運動をしてあげるといいですね。まあ、なんとなくね、こう足を上げてるだけで、それも負荷が軽いので、今ぐらい足に対して体全部の負荷でグッと回転してあげるというのをやってあげると、これを15回3セットぐらい、右左右左でやってあげると、かなりね、もう痛いっていう感じになってきますので、そのぐらいやると、効果抜群です。ですので、その痛みを感じるぐらいのレベルまで、ちょっとね、動かし方探し求めてね、丁寧に足をきれいに上げて、きれいな T 字になってるかどうか、骨盤がね、水平まで落ちてるかどうかを毎回毎回気にしながら、やってみてください。これはね、すごく、効果抜群で、大殿筋の運動とともに、この中殿筋の運動をぜひやってみてください。パンサートレーナーのユージでした。